おはようございます。釣り子 TV です。久しぶりにジャッカルの新作プラグを買ってきてみましたよ。その名もですね、スリークマイキーっていうことで、115って書いてありますね。なんだろう。ちょっとね、スリムな印象のマイキーなのかなっていう感じで、非常に使いやすそうなね、ミノープラグになるんでしょうか。こういったプラグが売っていたので買ってきてみました。まあ、ジャッカルっていうことでこんな感じのね、パッケージに入っているんですけども、暴走のですね川島さんが、作り上げたであろうっていうことで期待大じゃないかなと思ってね、そういったシリーズはまあ大概出たら買ってるんですけども、今回のねスリークマイキーもこれはね、期待できるんじゃないかなっていうことで、何にしろまあ色も綺麗だし、まあね、フックもいいの積んでありそうだし、これはもうね、何よりも多分ね動きがいいだろうっていうことでね、早速開けていきたいと思います。こんな感じのパッケージで、はい、出てきました。はい、こんな感じですね。スリークマイキー、思ったよりねこの連結部が柔らかく動くんだなってのが、まあ触ってみての第一印象なんですけども、結構ね可動域があるな、ね、そんな印象の、後ろの方はちょっと狭めなんですけども、前の方は比較的こういう感じで動くっていうことでね。でこうボディを見ていくと、あでこれよく見るとねすごい細かいね鱗がねいっぱいね彫り込まれていて、うん、でリップがちょっと何だろう、今までのマイキーに比べるとスリムな感じのシルエットになっているかな、ね、全体的にも背中から見ても細身で、マイキーっていうと投げる時にやっぱりちょっと身構えちゃうっていうか、少し大きなルアー投げるぞってっていう感じでね、リグって投げていた印象だったんですけども、この感じだったらもうね本当手軽に投げられちゃうマイキーなのかなっていうね、そんな感じがしております。で後ろにはねこういう感じのね毛がついていて、でスプリットリングで接続してるんで、ここもね柔らかく動いてくれそうなんで、まあ3連結なんですけど、ここまで入れるとこう4連結のようなすごいなんだろう、生めかしい動きをしてくれそうだなってね、そんな感じです。で、カラーがですね、これがPOL ピンクバック及川っていうねことで、あで針がね、オーナー社製のマジックフッ素コートフック搭載っていうことで、もうね最初からめちゃくちゃ刺さりのいい針がね、あもう指にこう指の皮にこう吸い付くようなね、すんごい刺さりの良さそうな針が前と後ろについております。でどんなところで使うかとかね、説明書きが書いてあるかなと思うんですけども、段級自在のスピードトリック、スリークマイキーは及川やワカサギに代表される日本のベイトフィッシュの滑らかなフォルムを再現しつつ、スピードの段級でバイトを誘う3ジョイントミノーです。アクションはスローからファーストリトリーブまで幅広い速度域に対応するハイピッチウォボリング、スローリトリーブではテールのフェザーをゆっくりとたなびかせながら弱ったベイトを演出し、ファストリトリーブではタイトなウォーボリングアクションで逃げ惑うベイトフィッシュを再現、シチュエーションに応じたリトリーブスピードをアングラーが自在にコントロールして仕掛けることができます。ボディの内側に彫り込みを入れることで、小魚の透明感のある腹部を表現、さらに表面の鱗模様と扁平に近いフォルムにすることでベイトフィッシュの質感をリアルに再現しましたっていうことで、この塗装がね本当なんか独特なんですよね。透けてこうね、これ裏側が塗装されてんのかなね、内側に彫り込みがあってね、特殊なこの塗装することで透明感のあるこういったカラーリング、ここら辺が今までとちょっと違うのかな。でよーく見るとすごい細かいね鱗模様が見えるんですけども、映るかな、うん、
それでまあ、ファーストリトリーブからスローリトリーブまで、もういろんなスピードに対応しやすくなっているよっていうところと、まあこのリップがねちょっとスリムになっているから、でウォーボリングっていうことなんで基本的にはこうお尻を振るような動きになると思うんですけど、ローリングアクションっていうのがこうピラピラとこういう感じの動きだとしたら、ウォーボリングっていうのがこうねいう感じの動きになるはずなんで、それをファーストリトリーブだとすごいね細かくウォーブルしながらローリングしながらっていう感じで、でゆっくりだとこのテールをたなびかせながらねバスを誘うよ、こういうことみたいですね。出しどころとしてはもうこのサイズ感なんでね、もうまさにね、オイカーやワカサギ追い詰めてるバスがいるようなところを、あんまり小型のプラグだと、まあ、例えばハンプリーとかだとちょっとアピールが足りないなーなんていう時とか、秋口に向けてベイトフィッシュもだいぶ大きく育ってきたなんね、そういう時に効果的にね魚を引きつけるってなると、こういうサイズのルアーががぜん使いやすくなってくるんじゃないかなね。でかといって115っていうことで絶妙な長さなんですよね。これが例えば130とかね、少し大きめのやつだと出しどころをちょっとどうしようかなって考えちゃうようなことがあるかもしれないんですけども、どんな時でも使いやすそうだなっていうこの115っていうサイズで、で重さが 19g っていうことで、非常になんか使いやすいサイズ感のマイキーっていう感じなんですかね。まあ、川島マイキー、オリジナルマイキーとあって、で、このスリークマイキーが増えたので、まあ、そこら辺で、まあ、従来のマイキーもね、未だにたまーにね、投げてみたりしているので、そことちょっと、もうちょっと、なんだろう、ベイトフィッシュライクな感じで投げたいんだっていうね、時とかかな。ちょっと細身ボディなのでね、そんな感じなんじゃないかな、なんていうふうに思います。でね、19g と書いてあるんですが、重さの方も測っておきたいと思います。ジャッカルのね新作スリークマイキー115、これは何 g でしょうか。19.8g って出ましたね。だからまあそこまで重くもなくっていう感じじゃないかなね。だからまあミディアムヘビーっていうよりも本当ミディアムパワーの巻物ロッドとかでも、投げやすいんじゃないかな。でこの細身でまあリップがそこまで抵抗がなさそうなので、まあ比較的なんだろう、いろいろな竿で使えそうだなっていう印象があって、で針は最初からめちゃんこ刺さりのいい針があるので、そこまでガチってね強い竿でなくても、スッってね刺さっちゃうんじゃないかなってね、そんな印象がありますよ。まあ何にしてもね、だいぶもう梅雨明けして、でここから暑い日が出てきて、魚も表面でね浮いてる姿なんか見かけることが多くなってくるこのタイミングぐらいから、秋のこうベイトフィッシュを変色して追いかけ回しているね、そんな時までが出しどころになってくるんじゃないかなと思いますので、タイミング見てねいろいろ使っていきたいなっていうところと、あとねこのねちょっと派手めなカラー選んだのが、ちょっとこの感じはそのまんまシーバスにもいけるんじゃないかなね。そろそろまあ昼もいいとは思うんですけど、夜のねシーバスゲームが盛り上がってくるタイミングだと思いますので、そんな時に、大きすぎもせず小さすぎもせず、だからまあほんと釣れ線のサイズ感なんで、でこういう視認性のいい色を買うことができたんで、まあ、ここら辺をちょっと海の方でも投げ込んでみようかなね。あとはまあもちろん房総のリザーバーとかね、行くことができたらね霞水系なんかでもね、これ投げて欄岸とかもしてみたいですね。まあ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 、触ってるとね本当まあ釣れそうって感じのルアーなんで、いろいろ想像は膨らみますが、ちょっとね出しどころを、見つけたらねどんどん積極的に投入していきたいと、思います。はい、というわけで、本日の釣り講 TV はこちら、ね、ジャッカルから北へのニュープラグ、マイキーシリーズ最新作スリークマイキー115、これを買ってきてみたよって、こういった動画でした。はい、釣り講 TV でした。